はい、今日もあなた豊洲商店街。はい、ということで刃物を取ります、水菜、みぶな、マスタードサラダ、春菊ですか、今言ったの4つってことは4コンテナ。はい、よいしょ、1、2、3、4。はい、よいしょ。さあ頑張ろう、頑張るぞ。4つね、なんだっけ言っててよから、春菊、マスタード、水菜、みぶな。はい、水菜、みぶな、まずこっからでいきますか。ちょっと若いですけどね、これぐらい出していかないと、もうこれも今日火曜日で金曜日、4週はおそらくないですね。なのでここまでなんで、ね、長さ的には5メートル歩かないかですから、今日は多分2メートルぐらい出して、次のがあるから火曜日金曜日でいいんだ。はいはい、ということは金曜日の方が多いから、今日はちょっとこれぐらいってことか。はいはい、了解です。ちょっとね、費用的には少ないですけども、柔らかい水菜だと思いますのでね、楽しんでいただければと思います。みぶなの方が大きいかな、ね、なのでみぶなをメインにしてね、今日はそんなにはって感じですけど、その辺まででいいのかな。刃物多いですからね、春菊、マスタードサラダ各種あるのでね、一品一品はそんな量多くなくていいので、サラダでね楽しんでいただければと思います。はい、ちょっと少ないですけどね、これぐらいでいいかな。で、よいしょ、水菜、みぶな、春菊いきますか。これがみぶな、はい、みぶな取りますか。春菊さっきか、春菊いきますか。これどっちか取った方がいいかい。これは次株だからこっちから取った方がいいね。これが3番手の小松菜とかですけどね、ようやく3番手で虫に食われてない感じですけどもね。まあ今年は本当に虫多いですよね。はい、お尻から取るか、この間こっちから取ったのか、こっちから取るか。マスタードサラダ、これが小株、あやめ株ね。
ね、虫飛んでるもんね。今週末ね、ほうれん草を巻きます。ここにね、ズドーンと、ちょっと長いですけど、20メーターぐらいですかね。もうね、葉物がこれで最終盤に入ってきましたね。はい、わさび菜ですね、これね。わさび菜、レッドマスタード、この辺はね、もうこまめに撒いておけば、他に葉物がなければね、これで、何回もこうやって取れますからね、とても貴重な野菜の一つです。撮影しましたね。さすがにちょっとね、体が限界を超えておりますのでもう今一生懸命から元気でやっております。雨が降って本当に野菜たちは喜んでますよね。それ分かりますかね。あー、嬉しいなと。で、気温が下がってきてね、ようやくこの葉物たちがね、すごく喜んでるのをね、感じます。植物ってね、わがままなんですよ。いわゆるなんていうのかな、子供たちみたいな感じでね、我々とはちょっと住む世界が違うんですね。はい。まあ新知学、シュタイナーの新知学いうところのアストラル体っていうところにね、ちょっとエネルギーの、私たち人間もアストラル界ね、感情体とかって言い方します。つまり植物というのはね、感情的なんですよ。とても感情的な存在なので、嬉しいとかね、楽しいとかって、そういうところで植物とはつながることができるんですね。なので、そういう感覚を持っている女性の人の多くの方が植物とはコンタクトが取りやすいです。はい。一応ね、私も極めて、女性的な人間なのでね、だいたい野菜のことは感覚的には分かってるんですけれどもね、つながると思えばね、はい、私も非常に女性的で心優しい人間なので、私は非常に女性的で心優しい人間なので、私は女性的でもういいかい、ね、強調するところに無理があるわけですよね。はい、はい、マスタード、身分内いきましょうか。どっから開けるんだ、はい、こっちから取りましょうか。よいしょ。まあでも100種やってりゃね、大体わかりますよね。今植物が
あるいは野菜たちがね、どんな状況で水が欲しいのか、ね、何かが欲しいと言っているのか、ね、どったらこったら、それぐらいはね、まあだからといって、それを聞いたからといってね、売るものになる野菜ができるとは限らないですね。はい、雨が強いね、厳しいね、そこを開けないと厳しいか。ちょっと虫食い多いね。うまそうだけどね。よいしょ。この人から出せますね。土砂降りだ。春菊取りますか。春菊どの辺ですか。土砂降りだ。あれか。よいしょ。はい。はい。この辺がワンワンしますね。
高級になってますね。あんまり大きくしすぎるとねあれなので、できるだけねガンガン取っていきます。春菊はね何回もこうやって取れますので、こうやってねいつも言いますけど、葉物というのはね何回も取れるものと1回取ったら終わりのものをうまく組み合わせることです。セット野菜をね、よいしょ、はい、いや土砂降りですね。以上でございました。疲れたね。さあこれから帰って段ボール箱詰めてね、なんとか頑張ってお客様にお野菜をね届けたいと思います。雨であろうが何であろうがね、体がしんどかろうがそうであろうがなかろうが、お客様にお野菜を届ける、それが私のやってることでございますね。頑張りましょう。はいよ、はい、
い、マスタードサラダ、ミブナ、春菊、そしてミズナと、はい、刃物を取りました。以上でございます。それではまた。はい、限界を超えております。